私たちは赤下高校ボランティア部です。 FOP の活動のお手伝いをさせていただいています。本日は FOP という難病について説明をさせていただきます。それでは今から簡単に FOP についての説明をさせていただきます。まず FOP という病気についてです。 FOP というのは進行性骨化性繊維異形成症の略で、骨系統疾患と呼ばれる全身の骨や難病の軟骨の病気の一つです。現在国が指定する難病として認定されています。発病は 2,3 歳が多く、特徴としては足の親指が外反母趾のようになっていたり、物心がつく頃にバンザイができないのが出られます。進行は早く、骨が関節を覆い固め体の自由を奪っていき、激痛や炎症を繰り返します。怪我や手術などがきっかけで爆発的に進行する場合があります。左の写真のように親指が短く曲がっているのが分かります。また右の写真では背中から骨が浮き出ているのが分かります。骨化は背中や首、肩、足の付け根から始まり、徐々に手足の先の方に向かって広がる傾向があります。手の指の動きまで悪くなることは少ないです。呼吸に関係する筋肉や口を動かす筋肉の動きも悪くなり、呼吸の障害が起きたり口が開きにくくなったりすることがあります。次に FOP の患者さんの人数についてです。この病気は特定の国や地域に多いという傾向はなく、世界中でほぼ一定の割合の患者さんがいると考えられています。外国では人口200万人に対して1人ということから、日本では60名以上の患者がいると推定されています。次に FOP の原因についてです。この病気は遺伝子にたった一つの違いが起こることで発症します。この遺伝子の変化がどのように病気を引き起こすかについては現在研究が進められています。次に FOP の遺伝性についてです。この病気はいわゆる突然変異による患者さんが多く、家族の中で複数の患者さんがいるということは実際には稀です。またこの病気になりやすいという特別な体質などはないと考えられています。次に FOP の主な症状についてです。この病気は主にまず皮膚の下が腫れたり硬くなったりして、時に熱を持ったり痛みを伴うフレアアップと呼ばれるものを繰り返します。写真から皮膚の下が腫れているのが分かります。また筋肉やその周辺の膜、腱、靭帯などが硬くなって骨に変わっていきます。写真のように背中から骨が浮き上がっているのが分かります。次にこの病気の治療法についてです。この病気を完全に治してしまう治療法は現在見つかっていません。そのためフレアアップを予防するために怪我を避ける必要があります。またフレアアップを生じた際、進行を防ぐために様々な薬が試みられていますが、明らかに有効であると確認されたものはありません。そんな中、昨年山中伸弥教授がノーベル生理学・医学賞を受賞しました。先生の率いる研究グループが開発した iPS 細胞による治療法の発見が期待されています。いっくんは研究者の先生方に会いに行き、研究を進めてくださいとお願いしました。また研究を進めてほしい一心でリスクを背負い、いっくんは自らの皮膚を研究に役立ててほしいと提供しました。一日も早い治療法の確立、治療薬の開発を願ってやみません。私たち明石北高校ボランティア部はチャリティーグッズのキーホルダーを制作して FOP の活動を支援しています。 FOP の治療法の発見、治療薬の開発には厳しい道のりを越えていかなければなりませんが、私たち明石北高校ボランティア部はイックンをはじめ FOP に苦しむ人々をこれからも応援していきたいと思います。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。この明石北高校の皆さんは神様からの宿題 の、このキーホルダー、ちょっと小さくて見えにくいんですが私の手元になります。こちらのキーホルダーを作ってくださいました。会場の出入り口でも販売をしておりますのでぜひお買い求めいただければ幸いでございます。以上、明石北高校の皆さんによります FOP の説明でした。ありがとうございました。